岡三証券の大下です。国際有料株を厳選した岡かさんワールドベストストックをご案内いたします。真に稼ぐ力を有する企業の中から今回紹介するのはこちらです。銘柄コード6501日立製作所についてお話しさせていただきますえ。日立製作所は社会インフラ分野に強みを持つ国内最大の産業用エレクトロニクス企業です。 事業の選択と集中を進めており、デジタル、グリーン、イノベーションを成長の柱としています。こうした中、え顧客データをもとに経営課題の解決や事業の成長に貢献するソリューション、サービス、テクノロジーの総称であるルマーダを軸にビジネスを展開しています。25年3月期第一四半期決算では、 主要セクターの売上収益が前年同期比21%増となりました。国内のエネルギー、公共分野で大口案件を獲得したほか、アメリカのマイクロソフト社などと生成 AI に関する戦略的アライアンスを締結したルマータ事業の売上収益が業績に寄与しました。 会社側は25年3月期売上収益計画9兆円のおよそ3割にあたる2.65兆円をルマーダで稼ぐ計画です。デジタル分野を軸とした事業成長に対する期待は続きそうです。以上で岡さんワールドベストストックのご案内を終わります。ありがとうございました。